時の休憩としましょうか。そこにいるのは誰だ？まさか私に気づくとは。さすがゴールドサードか。誰だ？私を暗殺しにでも来たか。だがこの体で撃たれてやるわけにはいかないんでね。抵抗はさせてもらうよ。うぬぼれるな。貴様の命などに興味はない。貴様とは話がしたくて来たのだ。興味ないね。低下したソルジャーの戦力補強や練度の向上のためでもか。情報規制を敷いているようだが、魔王復活における貴様の失態はいずれ国民に知れ渡るだろうな。それで私を脅して何を企む？脅すだなんて心外だな。私はただ貴様と取引をしたいだけなのだ。取引だと？そうですわ、ネプギアちゃん。部屋に戻る前に少し冷たいものでも飲んでいきません？このホテルの喫茶コーナーの飲み物美味しいんですのよ。いいですね。でしたら私飲み物を注文してきますね。ベールさんは何がいいですか？ネプギアちゃんはここで待っていてくださいな。またいいんですか？でしたら冷たいオレンジジュースでお願いします。わかりましたわ。そうだ、今のうちにニュースサイトで各国の情報を仕入れなくちゃ。でもサイトがたくさんありすぎてどれをチェックすればいいんだろう。って、あれ？勇者さん？こんなところにどうして。お待たせしましたわ。はい、オレンジジュースですわ。ありがとうございます。ベールさんは何を頼んだんですか？私はアイスティーですわ。ところでネプギアちゃんは何を見ているんですの？ニュースサイトです。他の国の情報を知っておこうと思ったんですけど、ニュースサイトどころかニュースもたくさんあってどれを見たらいいのか。それならこのアット将軍のまとめ速報というニュースのまとめサイトがおすすめですわよ。まとめサイトですか？大型掲示板サイト N チャンネルの記事の転載や話題性のあるニュース記事の転載を行っているので、要点を絞って調べることができますわ。いや、本当だ。このサイト、記事ごとにカテゴリが設定されていて調べやすいかも。さすがベールさん、ネットのことになるといつも以上に頼りになります。と言っても、私もつい先日まではそのサイトは知らなかったんですのよ。最近、急に人気が出てきたサイトみたいで、どなたが運営しているのかわかりませんが、24時間絶えず情報をまとめているのが人気らしいですわ。ですが記事をまとめているのも意思を持った人間であることを忘れてはいけませんわよ。時として偏ったまとめ方をして世論の誘導として使われる場合もあるのですから。はい、気をつけます。さて、それではそろそろ部屋に戻りましょうか。そのサイトの続きは部屋のパソコンで一緒に見ましょう。毎日いるせいかこの部屋にも愛着が出てきましたわね。あら、どうしたんですか？ベールさん、ドアのところの床に手紙が落ちていたんですの。私宛ての手紙のようですが、誰かしら。宛先は書いて
ですね。とりあえず開けてみましょう。出遅れになる前に S 社を止めてください。どういう意味なんでしょう。わかりませんわ。ですがおそらくこの手紙の差出人は私が S 社に近い立場にあることを知っているなら、いたずらという線はなさそうですわね。 S 社、あなたは一体何を隠しているんですの。戻りましたわ。やはりこうして飲む紅茶は最高ですわ。ここに行くのですね。よし、いつでもオッケーだよ。何をしようかしら。本気で行きます。
めに肌のお手入れをしないと荒れてしまいそうで心配。ゲームの時間を作るためなら手段を選びませんわ。本気でいきます。それなら私にもできた。さて何をしようかしら。任せてください。攻めますわ。よろしくて。何をしようかな。まずはして、先生やったー。私の番ですわね。どうかしら。任せてください。一瞬ごめんなさい。やった。誰にしようかしら。やっ任せてください。攻めますわ。よろしくね。私の番ですよね。任せてください。本気でいきます。やったー。ボロボロだよ。あのそろそろ回復していただけないでしょうか。ゲームの時間を作るためなら、もら、何をしようかな。それ私にもできた。さて、何をしようか。さて。攻めますね。よろしくて。任せてください。
の番ですわね。はい、本気で行きます。ごめんなさい。わあ、勝ちました。跳躍。ベールさん、ちょっと見てください。アット将軍のまとめ続報ですね。はい、どうやらリーンボックス内で外敵の目撃情報がまとめられているんです。ふむふむ、なるほど。掲示板サイトの雑談スレッドのまとめ記事ですわね。住民からの直接投稿がソースがデマでないのであれば、そろそろやはりビンゴですわ。今日君たちに来てもらったのは他でもない、魔王の足取りを追ってほしい。魔王ですの？外敵ではなくて？君たちの練度はすでに一定のところにある。適材適所というものだ。わかりましたわ。ですがもちろん魔王に関する手がかりはいただけるのでしょうね。もちろんだ。詳しくは追って連絡する。それでは失礼しますわ。なぜ彼女の口から外敵の名が。外敵が近づいている情報などなかったはずだが。まあそんなことはどうでもいい。そんなことよりも私は
ベールさん、外敵のことなんですけど、放っておいていいんでしょうか？そんなの、ゴールドサードが許しても私が許しませんわ。魔王を追跡しながら外敵を倒しましょう。はい。Thank you.